あらやだ。あらやだ。だってこれ全部プラ34じゃん。カプコンのメッセージ。ふぅー。あ、コパン4フレだ。コパン4フレやん。え、じゃあ、弱。あかんなし。マイナス3だ。え、これマイナス3やばくね？いや、これにね、これが確定しない動画あったんよ。でも、これが5かなって思ってて、4だ。え？これマイナス3やばくね？あれ、プライチか。え、でも強くね？ 4 フレ。お足も4フレ。まあ、短い。短い。中盤7か。遅えな。フリッカー。まあ、フリッカーという名の、まあ、普通に、お足だな。コパンだな、これ。これさ、今思ったんだけどさ、弱パンと中パンス、というか、パンチとキックさ、変えた方がやりやすくない？これ。そんなことない。パンチが全部下段なんだ、これ。キック全部上段なんだ。これなんか上下にした方が、やりやすい説ある。実際。感覚的な意味で。大パン、銃か。いや、銃でも一緒か。え、ちょ、待って。いや、ちょ、待って、調べたいこといっぱいある！どうしよう。ちょ、待って。調べすぎ、事前に調べすぎて調べたいことがいっぱいありすぎて何もできない。何も手がつかない。え、どっから？どっからやればいい？とりあえず中がいいっす。うわ、確認怪しい。うわ、確認怪しい、これ。あ、確認怪しい。点ほどの猶予はないよ。いや、中大ダメか。ああ、なるほど。そもそも暴れつぶしになるのか。そもそもレンガ？レンガでは、ディレイかけてもレンガだ。ただ、フォローが効くはず。マイナ5。え、てか、フリッカー？マイナ6しかないの、フリッカー。え、フリッカーマイナ6なの？え、サンドブラストより好きないんだよ。ダメだいか。フライオン。マイナに。フライオン。これ弱中強はない。弱でやって、大で発生できる。できる。あんま弱中強はない。中パーマイナ2、みたいなマイナ1。ガードさして有利な技はなさそうやな。え？プラス3？これでもしゃがみに当たんないのか。さすがに。中大って入れ込んだら、終わり？マイナ2か。ヒルス中大から後ろはできないんだ。みんな待てって。みんな待てって。今、順を追ってさ。わかるよ。でも、ユウスケ一人しかいないから。これ何してた？ヒルステップ？お？終わり際でやると、派生変わる。あれ叩きつける。状況めっちゃいいな。あ、もう全然いいや。全然いいじゃん。めっちゃ運ぶ。プラ34。ステッププラ15。ヒルステッププラ3。まあでも体感だな。じゃあ。なんかフレーム消費ないか。余裕でできる。しかもこれ余裕でできるどころか。これ剣の強い版みたいな感じ。こっからいけるから。この距離。こっからもう柔道。これやばい。これだから。この距離。相当広いぞ、間合いが。これ投げかなり強いな。いや、剣も運ぶんだ。運びながら投げるんだけど、剣こんなに運ばないさすが。てか、こいつその、運んでステップする間合いもあるから、相手も運んで自分も運ばれて。あ、こら強いわ。前投げ相当強い。あ、大パン確認。これ大事。大パン確認。あー、このタイプか。いや、でも確認はできるな。
え、強くね？これで確認して、これで置き攻めして投げて、もう橋です。これで橋。おー、ええや。ガードは？マイナ2。マイナ2。投げ前外か、さすがに。マイナ2。いや、しかもちょっと待って。剣の中足を殴ってたよな。判定が結構下まである。タイプ。あらやだ。あらやだ。いや、ちょっと待って、これ、剣の中、ちょっと待って、剣の中足がクラハンって伸びてね、これ。さすがに。さすがに、剣の中足のクラハンって伸びてるだろう。いや、違う。そんなことはない。あ、そんなことはない。シェンリーはさすがに殴れないんだよね。あ。さすがに。あ、いや、うん。どんだけ強いの、この中足。いや、でも、まあまあ。あ、まあまあ、殴れるわ。全然殴れる。普通に殴れる。これ大パンス。ラッシュは、いや、俺は結構これ、まあ普通かな。そんな悪くないと思う。伸びる。伸びる系だから、伸びる系なんだ。だから、悪くない。初動はまあ、早かないけど。まあ普通かな。いや、DJ はむしろ伸びない。チュンリータイプだね、これ。チュンリーと一緒の感じ。チュンリーも、初動はそんな早くないけど、こう伸びてくるタイプだから、結構この中距離のキャラって、結構この辺で戦うじゃん、結局。エドも多分ね、前ここなの。エドの前多分ここなのよ。多分この、サイコフリッカー先端ぐらいが前なんだ。で、ラッシュ早いのが必要なキャラって、前がここなんだよね。この辺なんよ。ちょっと近いんだ。まあ、ルークとかケンとか。ラッシュが早いと有効なキャラ。だからこの辺があるから、この辺のこう、触りが大事。実際ルークもさ、この距離からはあんま触んないんだ。まあ、そのラッシュサップとかを行く距離ではあるんだけど、これ。なんかこう、こう触るのってあんまこの距離ではなくて、一歩近いんだよね。で、さっき言ったエドはこの間合いだから、この間合いで言うとむしろ初速より伸びる方が大事なの。あれ、あいつ、名前忘れた。JP。JP みたいな感じ。JP も間合いがちょっと外じゃん。だから、JP って別に初速速くないんだけど、全然いいんだ。困らないんだ。こんな感じじゃん。別に、この距離でさ、あんま速く必要ってそんななくて、ここでちゃんとこう触れる方が大事なの。で、あと、設置してから、こういう、追いかける動き。で、チュンリーも気候圏を追いかける動きが大事で、エドも、弾を追いかけれるから、こうやって。伸びる方が絶対大事。エドにとっては。あ、TC があんのか、これ。で、あ、なるほど。あ、これね、シャガー台系確認を、ダイナックルでやると、確認を遅くなった時に TC に自動的になる。で、確認がちゃんと早くできた時は、こっちになって、確認がちょっと遅れた時は、自動で TC になる。とか TC の後上級いいの？あ、というかもう TC でいいじゃん、これ。なんなら。上級いい？プラス34。待って、これ全部プラ34じゃん。カプコンのメッセージ。カプコンのメッセージが詰まってる。全部プラ34。あ、これ強いな。これ相当強いわ。この長さで確認できて、かつこんだけリターン取れるの、やばい。中継大パン？プラ35。いや、先端だと。34と35だな。合言葉は。でもこれいいな。いや、しかもこっからのプラ4で、
かつ投げが結局柔道。え、令和の柔道これ？シーズン2の柔道この距離で柔道っすか？まさか。シーズン2はこの距離。いや、インパクト確定じゃないんですよ、これ。持続だから。余裕で返せます。てか、パリしかなくない？これ、マジで。パリ以外の対処なくない？これ他にある？長めの SS。いや、守ってりゃいいけど。ちなみに、それも多分、キルステップで、かわされるよ。なんなら見てから、下がれるんじゃない？ワンチャン。え？待って、これすら当たんない？あらー。あら、あれ剣何もない。え、パリのみ。え、まずジャストパリしかなくない？プラ15。あー、でもプラ15だ。これラッシュコパ確定だ。ほら、あー、弱いわ。弱点あったわ。魔法のプラ15、ラッシュコパ確定。あ、弱い弱い。まあずらしてますけど。そう、これ今重ねてるからこのタイムで取れてるけど。重ねなければ。しかもこれ、ラッシュまで入れ込んでるから、多分遅らされると、これやられると、こうなります。唯一の対抗手段。これに負ける。遅らせると飛ばれるね、そうだね。めちゃくちゃ、不利な読み合いが。めちゃくちゃ命かけた読み合いだけど、まあそう。